薩摩藩の長崎商法は、琉球貿易によって、中国から入手した、漢方薬手等の中国製品を、困窮状態に陥っていた琉球王国救援の名目で、幕府公認のも薩摩藩が長崎で販売する事業である。文化10年に5年間の期限付きで公認された後、期限延長と規模の拡大を繰り返したが、正規の長崎貿易を阻害する弊害が大きく、 天保7年に一旦停止が決定される。薩摩藩側からの復活運動の結果、降下3年に復活となり、開国による長崎開港後の文久3年まで継続していたことが確認されている。江戸時代、琉球王国は長崎貿易を補完する位置づけとして、対中国貿易を行うことが認められていた。しかし幕府側から長崎貿易に支障をきたさぬ、よう。 質量ともに制限が加えられていた琉球王国、そして琉球王国を支配していた薩摩藩は慢性的な財政難に悩まされ続けていた。その上、幕府から認められていた白井と鞘の販売不振が重なり、琉球貿易は苦境に立たされた。19世紀初頭、厳しい財政難が顕在化していく中で、当時の薩摩藩主、島津人志は幕府に、 白井と鞘以外の商品の販売許可を願い出た。当初、薩摩藩側の願いは、長崎貿易に悪影響を与えることを恐れた、幕府によって拒否されたが、薩摩藩内の清掃の結果、藩の実権を改めて掌握した、最先の父、島津重秀は、将軍、徳川家成の幕府であるという立場を利用して、文化7年に、 長崎で琉球貿易で入手した中国産品の販売許可を得ることに成功する。茂秀の幕角に対する影響力の強さを利用しつつ、薩摩藩は長崎における中国製品販売の拡大を進めていく。その一方で琉球側に対しては長崎で販売する品目の確保のため統制が強化されていった。さらに、薩摩藩は甘草の合唱。 石本家を引き入れて、長崎商法の体制を固め、大きな利益を上げるようになった。しかし、薩摩藩の長崎商法は、大きな弱点を抱えていた。まず、琉球貿易の対価として、中国側との取引に使用された昆布などの、俵物は、その多くが、正規ルートではない抜け荷で入手した品であった。また、長崎貿易本体に、 大きな打撃を与える小取引であったため、長崎側の抵抗を和らげるために、薩摩藩は多額の資金を長崎貿易関係者にばらまいていた。これらはやがて幕府側の警戒を招き、天保の改革を主導する水野忠国の決断により、天保7年6月19日、天保10年以降の長崎商法の停止が決定される。廃止決定後、薩摩藩側は、 様々なルートを駆使して、長崎商法復活を図った。結局、水野忠国が、天保の改革に失敗して失脚した後の降下3年、薩摩藩の長崎商法は復活する。しかし、開国による長崎の開港後、長崎での貿易も自由化され、そのような中で、文久3年までは継続していたことが確認される。長崎商法も、慶応2年には終了した。 新興船などによって、琉球が中国から輸入した中国製品を、薩摩藩は広く販売する機会を伺っていた。江戸幕府は1610年代の後半以降、貿易に対して制限活動性を行う姿勢を強めていく。その結果、長崎で幕府の管理下において、貿易を行うという独占的な貿易体制が作り上げられる。その一方で、幕府は、 寛永10年にポルトガル船の日本代行を禁じるが、寛永16年、幕府はこれまでポルトガル船が日本にもたらしてきたキートや官方薬種などの商品を琉球王国の対中国貿易で入手していくよう、薩摩藩側に命じた。つまり幕府は長崎での貿易を保管する形での琉球貿易を認めたことになる。長崎での貿易の保管的な位置づけとなった。 琉球貿易には、幕府側から政権が加えられるようになる。漢文元年、長崎貿易との競合により、長崎からの輸入品価格が低下することを防止するとして、薩摩藩側に、白井と鞘以外の琉球貿易輸入品の多量販売禁止を命じた。そして、上京3年、幕府は外国への金銀流出を抑制することを目的として、 琉球貿易の総額規制を命じ、聖徳5年には制限額がさらに引き下げられた。このような幕府からの品目制限、貿易額の総額規制に対し、薩摩藩側は品目制限と貿易の総額規制の緩和を要望し続けていた。薩摩藩は慢性的な財政難に悩まされていたが、琉球王国の財政難もまた厳しさを増していた。 薩摩藩は琉球貿易にかかる経費の半分を支出し、貿易による利益を得るというやり方をとっていたが、19世紀には薩摩藩と琉球王国の財政難によって、貿易資金であると当銀の確保も困難となる状況に陥った。そのような状況に追い打ちをかけたのが肝心の貿易の不信であった。前述のように薩摩藩は白井と鞘の未販売での販売を、 幕府から認められていたが、18世紀前半以降、日本国内での産業発達の結果、国内産の生糸や織物が市場に流通するようになっていた。そして18世紀後半には、中国国内での白糸、鞘の生産口が減少し、さらに品質も低下していた。国内産の流通が始まった中で、中国産の値段が高くなりしかも品質も低下したのだから、 琉球貿易によって入手した中国製白糸、鞘の売れ行きは悪化した。もちろん、琉球王国は貿易の不振に対する対策を進めていた。これまでの日本から持ち込んだ銀で白糸、鞘を購入して輸入するやり方から昆布などの俵物を輸出して漢方薬酒やその他中国産品と引き換える形へと貿易方法をシフトさせていた。このため、 天明5年以降、長崎会所が対中国貿易用に独占的に仕入れを行っていた俵わ者が抜け荷に,によって薩摩等を経て琉球にも流れるようになっていた。そして、共和元年琉球側は薩摩に対して販売不振に陥っていた白井と鞘ではなく漢方薬種を半外に販売すれば琉球の困窮状態も改善するのではないかと、 提案していた。島津重秀は、将軍、家成の学府である立場を利用して、薩摩藩の長崎商法開始、発展に政治力を発揮する。19世紀初頭、深刻化した財政難の改善を目指し、薩摩藩首都津再選は反省改革に着手する。再選の改革の中で、財政再建の柱として期待されたのが、琉球貿易による利益の拡大であった。 文化元年6月、薩摩藩はこれまで幕府から認められていた白井と鞘に変えて祖木、別光、手ぐすの3品目の銀銭艦目分の販売での販売許可を申請した。しかし幕府側はこれら3品目の販売が長崎貿易品の売れ行きに悪影響を及ぼすとして認めなかった。薩摩藩側は文化2年11月同様の許可を再申請した。 この時も幕府は申請を却下したが、その一方で関東や福建の産品で長崎に稀に輸入される品目の中から許可を申請するようにアドバイスした。そこで薩摩藩は文化3年、当初の産品目から素木を外し、別行、手ぐす、その他関東や福建の物産についての長崎での販売許可を申請することにした。そのような中で、 薩摩藩内では大きな動きがあった。藩主、再選の反省改革に対し、人事面や制度改革の進め方に対して、全藩主の島津重秀が反発し、改革を主導していた再選の側近たちは切腹となり、文化6年には再選自身も藩主の座をこの島津成沖に譲り、隠居を余儀なくされた。 これが禁止録崩れである。再選の隠居後、島津反省を主導したのは、茂秀であった。茂秀も、再選の反省改革と同様に、財政再建の柱として、琉球貿易の利益拡大を進めた。文化7年9月、5年間の期限付きではあったが、幕府は長崎にて、琉球貿易で入手した復讐で渦紙、鉛、ドンスなど8品目、 一年間の銀高三十から四十貫目程度の販売を許可した。長崎会所としては、復讐で薄紙などの販売は、まだしもドンスなどについては、長崎での貿易に悪影響を与えるとして反対していた。文化七年の許可は、琉球貿易で販売が認められていた、白井と鞘の販売が振るわない上に、茂秀の三女は、時の将軍。 徳川家成の五代所、広大院であり、島津家と将軍家との隕石関係を利用したものでもあった。長崎会所側としては、薩摩藩の実権を握る島津重秀が将軍家との隕石関係を利用して、長崎での動物販売の品目や販売額を増やしていくことに対して強い警戒感を隠さなかった。このようにして、 薩摩藩は琉球貿易で入手した中国製品の長崎での販売に突破口を開いたものの認可当時の幕閣は老中主座松平信明を筆頭に完成の色と呼ばれた完成の改革の改革路線を引き継ぐ人材によって主導されていた薩摩藩側は長崎で認められた販売額が1年間で銀河化30から40貫目程度では 利益が少なすぎて、琉球救援の身が上げられないとして、文化7年9月の認可時点から品目と金額の増加を幕府に要請し、その後も連年同様の要請を続けていたが、幕府はその都度要請を断り続けていた。文化7年に5年間の期限付きで与えられた8種の動物販売許可は許可延長となったが、品目と金額の拡大をめぐる薩摩藩側と、 幕府側との攻め合いは延長後、より激しくなった。そのような中、幕府側に大きな変化が起きる。文化13年10月、財政部門を担当していた、勝手がかり老中の牧野忠きが病気のため老中を辞め、続く文化14年8月、老中取座の松平信明が亡くなった。このように、完成の医老と呼ばれる人材が、 幕政の表舞台から姿を消していく中で、幕政の実権を握ったのが、将軍、家成の側近である、水野忠明であった。ちょうど同じ頃、薩摩藩も琉球も、財政的に極めて厳しい状況に追い込まれていた。文化13年4月、薩摩藩は、幕府から美の伊勢、尾張の河川回収のお手伝いとして77,664両の負担を命じられた。 一方、琉球ではやはり文化13年、干ばつ、欧風によって激しい飢饉に見舞われ、特に飢饉がひどかった宮古島では1500名以上が餓死するという深刻な状況であった。さらに、同年9月には、イギリス戦、アルセスト号とライラ号が沖縄本島周辺に現れ、約40日間測量を行った。島津茂秀は飢饉に見舞われ疲弊した琉球を支える。 財政難の薩摩藩という姿勢を全面に押し出し、売上代金の1割を長崎会所に納入するという新たな提案を加え、幕府側に要請を繰り返した。茂秀としてはこれまでの完成の慰労が主導権を握っていた状況から、将軍側近の水野忠明が牽制を強めつつある、幕政の動きも計算に入れての行動であった。茂秀の必要な要請に対し、 幕府側は当初慎重であった。これはやはり琉球貿易で入手した動物を長崎で本格的に販売するということは対外貿易を独占するという幕府の基本方針に定触するものであるという判断があった。しかし、真の策報告でもある琉球の水理は幕府の威信に関わることであり、しかもイギリス戦が約40日間沖縄本島周辺を 測量していったことから、琉球が外圧に見舞われていることも考慮しつつ、琉球の救援、そして琉球を支える薩摩藩への支援の名目で、文政元年4月、手グス校舎、京誌、香木の4な、年額銀2070巻目までを3年間の期限付きで、長崎での販売が認められ、総売上げの2割と雑費を、長崎会所に納入することになった。 長崎会所は琉球貿易による動物の長崎での販売に対して強行に反対し続けていたが琉球と清との作法、信仰関係の破綻は幕府の維新低下を引き起こすとして押し切った。薩摩藩は幕府に対して長崎での動物販売の拡大を要請しながら一方で琉球貿易で入手した動物の一手買い入れを進めた。文化11年。 薩摩藩は琉球側に動物人手買い入れを打診した。この要請を琉球側は断ったものの、薩摩側は最高を求めてきた。そこで琉球側は国王、摂政、三種官僚省の上で各部署で協議した。その結果、琉球貿易は徒党役者や選手たちに貿易で得られる利益の一部が得られる形で運営されているので、 薩摩藩の一手買い入れは、都党役者や選手たちの収入の道を閉ざすことになるとの理由で改めて反対した。琉球側としては貿易関係者のみならず、王府自体も入手した動物を薩摩藩側が一手買い入れすることによって、買い入れ価格が抑えられることによる収入源を危惧していた。文政元年、長崎での動物販売拡大が認められた後、 薩摩藩は、動物人手買い入れを強行に推し進めていく。同年12月には、薩摩藩は、動物関係の業務を行う、動物方を設置した。翌文政2年10号は、側近2名を鹿児島に派遣し、動物販売の拡大について、重秀の意向を伝えた。同年、琉球貿易で入手した動物の、薩摩藩人手買い入れが断行された。 一手買い入れ開始にあたり、動物方から、動物が間違いなく、薩摩藩に買い入れられる、よう監視する人材を琉球に派遣した。琉球側も薩摩藩からの人材派遣に伴う、事務量増大に対応するため、該当部署の人員像が行われた。薩摩藩財西難の要因の一つが、茂秀、最先の領院居が、江戸住まいをしていることにあった。 薩摩藩の財政当局者は、本国である薩摩で隠居ができれば、半経費の大幅な削減が期待できると主張していた。実際、重秀自身も、文政2年、幕府に対して、薩摩で隠居生活を送りたいとの願書を提出していたが、却下されており、再選も同様の願いを拒否されていた。そこで重秀は、重秀、 最善両院居属量の確保も薩摩藩の長崎商法拡大の名目の一つとしていった。文政3年3月、薩摩藩は琉球国王から単元がなされたとして、老中、水野忠明に対して長崎における動物販売の品目拡大を要請した。これは、文政元年の許可では琉球援助に不十分であるとして、貿易額の上限は、 年額銀2070巻目に据え置くものの、大米、新車、大王など7種の動物から4から5種を新たに販売許可してもらいたいというものであった。これは販売品目を増やすことによって中国での仕入れが不調で品掛けを起こす危険性を減らすとともに、また品目の増加は長崎での動物販売促進にもなると判断したためであった。文政三年八月、 老中、水野忠明は、薩摩藩留守協約を呼び出し、3月の単元について、新たに流納の販売を認め、当物販売の期限も、新たに3年間の延長が認められた。その一方で、幕府は抜け荷をきちんと取り締まっていくよう命じた。文政5年4月には、当物型の体制強化が行われ、文政6年には販売許可品目の見直しが行われ、 復讐で薄紙、鉛、ドンス、香木、大米等の9品目の販売を中止する代わりに、別行の販売が認められ、販売継続となったテグス等5品と共に、計6品が販売許可品目となった。しかしこのような長崎商法の拡大、体制の整備にもかかわらず、運営面では大きな課題を抱えていた。店舗9年まで、 長崎で販売された琉球貿易による動物は長崎に到着後、まず薩摩藩の倉屋敷に搬入され、取引終了までそこで管理された。長崎会所の担当者は動物到着後、倉屋敷でチェックを行い、春と秋の年に回会所との動物取引を行った。この長崎会所担当者によるチェックによって薩摩藩側が品目についての規定と、 取引限度額を守っているかどうかを判断した。長崎会所担当者の当物のチェック、会所との取引終了後、残りの当物は、会所担当者同席の元薩摩藩担当者が、商人たちに当物の入札を行い、その後落札者に売却、そして売上金の回収となった。なお、長崎商法開始当初は、売上金回収まで薩摩藩担当者が行っていた。 つまり、長崎会所は、薩摩藩が持ち込んだ動物のチェック、入札の確認こそ行っていたものの、会所取引終了後の取引には直接関与していたわけではないため、口実のように、薩摩藩側から、長崎会所役人等に、多額の手当が渡されていた状況から考えて、現実問題として、会所のチェック機能は十分に機能していなかった可能性が高い。 しかし当初、この長崎商法の運営方式には大きな弱点があった。会所による長崎貿易の不振と経営基盤が脆弱で資金繰りに問題がある商人が入札に参加したため、売上金回収が思い通りに進まなかったのである。 商業上の初見案の解決には事情に精通した商人の協力が不可欠であると判断した薩摩藩は長崎で貿易関連の業務に進出していた天草の豪商石本家に問題解決を委ねることになる。石本家はもともと長崎で商業を営んでいたと言うが官営年間頃に天草に移住し農業を営むようになった。なお商業で 大きな成功を収めた後も、石本家は、身分的には、百姓のままであった。石本家は二代、石本治兵の時代である明和六年頃には、すでに、天草の有力地主となっていた。その後四代、勝野城が、当主の時代である、完成年間には、島原藩に対して大名貸しを行うようになっていたと推定されている。そして五代、勝野城の時代に、 石本家は急速に発展する。文化15年には長崎に出展し、文政5年、東高も貿易の入札株を得て、長崎貿易に参加するようになった。そして翌文政6年には、天領であった天草の年貢米の販売を請け負い、年貢換算分にあたる銀400巻目を交わせで、長崎会所に納入する天草掛家役に任じられた。また五は、 人吉藩そして薩摩藩との結びつきを強めていく。人吉藩とは、藩の特産品であるカラムシ茶の販売等で関係を深め、文政6年9月には、人吉藩のカラムシと茶の英体一手販売権を獲得していた。一方薩摩藩とは、人吉藩産のカラムシ茶の薩摩藩領内への売り込みを通して、薩摩商人との取引関係が生じ、 その中で文政4年に薩摩藩側との接触が始まったと推測されている。文政5年から長崎貿易に参画することになる石本家にとって琉球貿易を通じて中国産品の安定的な供給が期待できる薩摩藩からの働きかけは新たなビジネスチャンスへの期待を持たせるものであった。薩摩藩は長崎で貿易業にも従事している合商石本家を 長崎商法の販売代金の回収に利用しようと目論だ。その一方で、石本矢川も薩摩藩領内での正規拡大を狙っていた。利害の一致を見た両者は連携を図ることになった。五代勝野城は、文政六年九月、鹿児島入りして約三ヶ月間の間、薩摩藩側と協議を重ねた。薩摩藩側は五代勝野城に対して、 焦げついていた長崎商法の販売代金の回収と、今後の円滑な代金回収システムの構築に、対する協力、そして5000両の借金を依頼した。一方、五代勝野城は、A 対一手販売権を獲得した、人吉さんのムシ、茶の薩摩半量内での販売、薩摩さんのハゼローの買い入れ等の商談を持ち込んだ。文政6年11月、五代勝野城は、 薩摩藩の動物方に2500両分に当たる銀150巻目の調達を了承する、合受け書を提出する。石本に借金をする形となった薩摩藩側は、焦げついていた長崎商法の販売代金の回収分から返済を行いたいと回答した。しかし当時の長崎は、銀不足で回収は薩摩藩の手に負えず、どうしても石本家に頼らざるを得なかった。 前述のように石本家は甘草家家役として年400巻目を長崎会所に納入していた。そこでその納入分を焦げ付いていた長崎商法の販売代金に充当する計画を立てたのである。確かに石本家が請け負っていた甘草家家役として長崎会所に納入する400巻目を薩摩藩の長崎商法の代金焦げ付き分の 支払いに充てることは一見可能であるように見える。しかし400巻目はあくまで甘草の農民たちが納める年貢、つまり、租税であり、石本家が自由に利用できるわけではない。石本家は長崎会所側と粘り強い交渉を続けた結果、150巻目分の甘草掛けや役納入金を代金個月期分の支払いに充てさせることに成功する。その上で百五十巻目を、 石本家から借り入れたため、薩摩藩側は計300巻目を入手することができた。薩摩藩が石本家に追う形となった150巻目の借金は、未納分の長崎商法の代金プラス、長崎商法の収益で支払われることになった。石本家は資金繰りが厳しい長崎会所の事情を考慮し、これまで年2回であった、物入札の回数を増やし、 一度に扱われる金額を少なくして返済金も少額ずつこまめに返済する要代金回収と支払い方法の改善を提案した。薩摩藩側と長崎会所側との交渉によって結局この点については薩摩藩側の要望もあって年2回の入札後の支払いという点に変化はなかったものの小月期分の支払いに関しては3分割で支払う。 形で合意された。そして琉球貿易による動物の入札については、長崎武行は文政7年10月以降、長崎会所に入札翌日に落札額の2割に当たる銀の納入がなければ商品を引き渡さないことにした。この結果、資本力に問題がある商人たちが入札から締め出される形となった。そして、文政7年11月には、 長崎会所は、石本家が、薩摩藩長崎商法の売上金収支業務を引き受けることを認め、売上金の回収は、薩摩藩が直接ではなく、石本家が行うようになった。この結果、長崎商法の売上金回収は、比較的スムーズに進むようになっていく。一方、文政6年の石本側が、薩摩藩に行った、商売上の要求は、 薩摩商人の利益を著しく侵害する面も多く、要求が認められなかった点も多かったが、人吉さんの唐虫、茶の他に、木綿、大豆の薩摩藩料内販売の参入、長崎で薩摩藩が扱う黒砂糖の独占販売、そして、ハゼミ薩摩藩の蔵米販売等、薩摩藩に関わる様々な商取引に食い込んでいった。図書広里は、 薩摩藩の長崎商法の拡大と安定経営、そして幕府からの停止命令後は復活に向けて尽力する。交渉席本家との連携によって、長崎商法の売上金回収に目途を立て、入札方法の改善も実現した薩摩藩は、文政8年、幕府に対して販売許可品目の増加交渉を開始した。前述のように、文政六年以降、 長崎商法での販売許可品目は6品目であったが、人口など10品目の追加を求めたのである。品目追加を要請する一方で、年間販売額は銀2070巻目から銀1720巻目に減らす情報案もつけた。なお、実際問題として、長崎商法における販売実績は年間で銀約1200巻目程度であったため、 銀2070巻目にこだわる、必要性は薄かった。幕府からの回答は、文政8年3月、環状奉行、村垣定行と長崎奉行、肘方勝正が、薩摩藩江戸表則用人格領印居属領係の図書広里宛に誘達された。内容としては、薩摩藩側が求めたように十品目の追加。 そして販売年額は銀七7 2 0巻目までとして超過した場合は、翌年の販売額に組み入れること、そして販売限度額の約7割に当たる銀銭2 0 0巻目の2割に当たる銀240巻目と雑費を会所に納入することが決められた。長崎商法の期限は翌分政9年から5年間に限ることとし、会所貿易に支障が出た場合には、 期限内であっても停止するとされた。販売許可品目の拡大は、もし中国での仕入れ状況によっては入手困難な品目があったとしても、品目が多ければ全体として品掛けとなる危険性は低下しリスク軽減につながる。薩摩藩と連携した石本家によって進められた長崎商法の大金個月気分の整理と入札方法の改善、そして 文政8年3月の品像によって、長崎商法は順調に発展していく。文政8年10月には、重秀の命を受けて、品像に向けて活躍していた家臣に治療が与えられ、文政10年4月には、図書広里がやはり品像に向けての活躍に報奨が与えられている。そして、石本家の五大活の城も、文政13年に、 品なぞうと、起源延長についての活躍と、口術の長崎に来航した、中国人商人たちの長崎商法に対する苦情、処理に対する、抜群の骨折を称されて、十五人ぶが与えられると、ともに長崎倉屋式産物片御用危機に認じられた。このような薩摩藩による、長崎商法の拡大に威力を発揮したのが、石本家による抜閣、長崎海諸等に対する、 つけと時計構成であった。石本家の五代、勝野城関係の文章、殺衆産物一見年次ご挨拶の見合いには、文政八年の品目増加の嘆願に際して、幕府で強い権力を握っていた、老中、水野忠明に金二百両等を送ったのを筆頭に、勘定奉行、村垣貞之、長崎奉行、肘方勝政、同じく、長崎奉行、 高橋重方、そして長崎奉行所関連の役人や関係者に金品をばらまいた。文政12年には、幕府から動物商法の許可の5年延長が認められたが、その際にも、やはり老中、水野忠明をはじめ、勘定奉行、村垣貞之、長崎奉行の大草高吉、本田忠志衆、そしてやはり、長崎奉行関係者や関係者に金品を送っている。 天保5年に、薩摩藩から、長崎商法の20年間期限延長を申請された際に、長崎奉行所から意見を求められた長崎町都市より、長崎会所役人らは、長崎商法が会所貿易に悪影響を与えていることを認めながらも、条件付きで20年間延長を認める意見書を、ほぼ同内容で提出した。このことに関して、松浦清山は、 甲子山の中で、町年寄りの高島市には500国など、長崎の知恵人、長崎会所の役人に金品を送っているという、噂が広まっていることを記している。薩摩藩は、石本家を通して、文政8年、文政12年ばっかく、長崎奉行所役人に、付け届け構成を行ったが、長崎の知恵人、長崎会所の役人にまで、 付け届け構成を広げていたと考えられる。文政9年4月、薩摩藩は13名の人員を琉球に派遣し、琉球貿易に関する業務を扱う、動物型魚座を設立し、琉球の貿易関係担当責任者にあたる、お鎖の馬長官に通知された。これまでは、文政2年から、動物が間違いなく、薩摩藩に買い入れられる、要監視する人材が、 鹿児島の動物方から派遣されていたものが、文政9年4月以降は、動物方の秘書が琉球に設立されたことになる。琉球に設立された、動物方餃子の業務は、長崎商法で認められた16品目に関して、調達するとともに、他の売買行為を禁じて、薩摩川が買い占めることになった。このことについて動物方餃子は、那覇の関係者から証文を取っている。 こうして、薩摩藩は、琉球貿易に関与する体制を強化して16品目の調達と買い占めを実行した。また、琉球産の海産物で輸出されていたまくりについても、動物型魚座が買い占めることになった。琉球にとっての長崎商法薩摩藩の長崎商法は、困窮状態にあった琉球救援を名目として、琉球貿易によって入手した中国製品を、 長崎で販売する商法である。しかし薩摩川が思うような品物の入手が進まない現実もあった。琉球貿易では購入したい品物を扱う商人から直接商品を購入することはできず、復讐の琉球館に出入りを許された銃や球章と呼ばれる決められた中国商人を仲介して品物を入手するシステムであった。この 重野九章の資本力不足等で思い通りに商品が入手できないことも多く、結果として多く買いすぎたり、少量しか購入できなかったり、最悪の場合全く手に入れることができない事態も発生した。また購入した品目の中でも品質面で問題がある場合もあった。また、長崎商法で取り扱う商品は琉球貿易において必ず購買をするため、 そのことを知っている中国側は価格を釣り上げるといった弊害も発生していた。薩摩藩側は品質の良いものを購入するよう指示するとともに、買いすぎ、不足等が発生した場合にはペナルティを犯すなど事態の防止に努めた。しかし厳しくしすぎた場合には危険を犯して買いすぎ分を売り抜けると、抜け荷に走るリスクも上がることになる。実際問題。 自家用の品物の輸入は認められていて、また、徒党役者たちは皆、貿易に対する意欲向上の意味合いもあって、私的な貿易が認められていたので、どうしても監視の目をすり抜けて、抜け荷が行われるのを防ぎ切ることはできなかった。実際問題、薩摩藩の動物商法に関係する荷物の積載量が増加して、これまでは徒党役者たちの裁量で、積み荷が決められ、 中国での売買を経て利益を得た者が、都当役者たちが腕を震える場面が著しく減少し利益が上げられない状況に陥っていた。しかも、薩摩藩の動物商法関連の琉球側への代金支払いは滞っており催促しづらい状況に陥っていた。にもかかわらず、薩摩藩側は動物商法を拡大させるために積み荷に 動物商法関連の品物をもっと多く載せようと圧力をかけていた。琉球側はそのような薩摩藩のやり方を何とも投げかわしき次第とまで表現していた。琉球の困窮状況は深刻であったが、動物商法は琉球にとってマイナス面が大きなものであった。抜角や長崎奉行所。 そして長崎関係者にも薩摩藩と連携した石本家の付け届け構成が行われたことによって長崎商法に対する反発、懸念について抑えられていく。しかし、文政八年の品像と期限延長後長崎に来航している中国人商人の大安堺と楊次亭の2名が長崎奉行所に異議申し立てを行った。異議申し立ての内容はまず、 薩摩藩が長崎商法で扱っている動物は、琉球人が福建のところどころで買い集めたものを薩摩と交易してもたらされたものであり、荒物、単物、小物の類ばかりではないこと。対価として中国へ渡っている品々も、千生子、日藁日、三石昆布などであり、長崎に来航する中国船が取り扱うものと同じものであり、調べてみると、 薩摩を通して琉球が入手して中国に販売していることが判明したこと。そしてそれらの品物の品質は良く、さらに長崎からの中国船が帰国する前に安価で売り裁かれてしまい、我々長崎へ来航する中国人商人は莫大な損失を被っているとした。そしてこのような状況を放置しておけば、長崎会所は衰退し、 我々中国人商人の損失のみならず、日本の貿易にも大きな問題となると主張した。この異議申し立ては二度行われたものと推定されており、最初の申し立て時に、奉業所側から5年間の年限を区切っての措置であると説明されたものの、納得しなかった、大安坂井と、陽嗣亭は、再度異議申し立てを行ったと見られている。申し立てを受けて、 長崎奉行所から、薩摩藩長崎倉屋敷は、千生子、日あわび、三石昆布等の俵物を、薩摩藩が集め、琉球貿易によって、中国に輸出していないかどうか、事情聴取を受けている。薩摩藩長崎倉屋敷側は疑惑を否定し、薩摩藩から琉球を通して、中国に輸出しているのは、和単物、器物、タバコ、紙などであると主張した。結局、 大安堺と、楊継武は改めて、長崎武行所側から、長崎商法はあくまで5年間の次元措置であり、延長はないと見られるとの説明を繰り返し受けたものと、考えられている。この大安堺と、楊継武の異議申し立ては、翌文政9年になって、正式に、長崎会社の表議にかけられることになった。そして表議の結果が、長崎武行所に提出されたのが、 文政12年3月のことであった。表記は長崎会所の銀味役が連署した、表記書、会所長役、長崎町年寄りが連署した、伺い書きからなっており、内容的には、薩摩藩長崎倉屋敷側の主張を認めるものとなっていた。この、表記書、伺い書きにも、薩摩藩側からの付け届け構成が影響した、可能性が指摘されている。 文政8年、中国人商人の大安堺と、洋津具が、長崎奉行所に行った長崎商法に対する、異議申し立て時に行われた薩摩藩、長崎倉屋敷に対する事情聴取では、薩摩藩は、俵物の収貨、そして琉球貿易を通しての中国輸出を、否定したが、現実は、東仏法が大量に購入した俵物を、琉球貿易で、中国へと輸出していた。 前述のように幕府は、天命5年、俵物の長崎海所独占海入れを決定しており、俵物は長崎に集荷され、長崎貿易を通じて輸出されるはずであった。しかし現実には、琉球貿易によって千生子、日あわび、昆布等の俵物が大量に中国へ輸出されていた。これは抜け荷によって、薩摩藩が集め、琉球に送ったものであった。 文政3年の薩摩藩の長崎商法が本格化することにより、俵物の需要は急増し、文政8年の品像後、軌道に乗った長崎商法の影響を受けて、薩摩藩関与の抜けには最高水準に達した。薩摩藩が関与する抜けには、新潟港が主な舞台となった。抜けには、薩摩芋イモ、薩摩の産物とともに、漢方薬種、種など、 琉球貿易で得た動物の抜け荷を積んだ薩摩船が新潟港で売却し、キロはエゾ地産の昆布等の俵物を積むという形で展開された。そして、新潟から抜け荷品の漢方薬種、種などは各地へと広く売買されていった。なお、中国で昆布等の俵物や日本産の品物の出生問われた時には、琉球産と答えるよう指示が出されていた。 これは、琉球と取引をした、中国人から話が広まり、長崎を経て、幕府の耳に入ることを恐れたからと考えられる。このことに関して、薩摩藩の動物方からは、琉球貿易に携わる、琉球人は生死を交わすよう指示が出されており、対応の徹底が図られていた。文政8年3月の長崎商法の品像以降、文政12年には、 翌文政13年からの5年の年限延長が認められた。戦術のようにその際、やはり医本家の抜格、長崎奉行所関係者への付け届けが威力を発揮した。また、文政12年の年限延長時には16品目の、うち4品目の品替えが行われた。次回の期限切れを前に、薩摩藩としては気がかりな点があった。これまでの長崎商法の認可、 拡張、延長は、将軍、家なりの学府である茂秀の政治力が大きくものを、言った。しかし天保4年に1月に茂秀は亡くなり、茂秀と太いパイプがある上に、将軍側近で幕府の実力者であった、水野忠明も、高齢となり、引退も間近い情勢であった。こうなると、長崎商法の延長に問題が起きる、可能性が出てくる。 津所広里は天保4年4月、大阪商人、浜村孫兵衛に送った書簡の中で、重秀が亡くなり、水野忠明の引退も囁かれている中で、長崎商法の今後に懸念があることを認めながらも、すでに期限延長に向けて、長崎の町役人らとも相談していると、様々な手を打っていることを伝えていた。天保五年二月、水野忠明が没し翌月には、 水野忠邦が西の丸老中から本丸老中となり、水野忠明の勝手がかり老中の職は浜田藩主松平康氏人が任じられた。松平康氏人の着手であった松平康樹には薩摩藩主成沖の妹勝姫が嫁いでいて、島津家と浜田藩松平家との間にはパイプがあった。そこで薩摩藩は幕閣では、 松平安志議員を主なターゲットとして延長工作を行った。また、天保5年2月には、石本家の五代勝野城が、幕府の五官城所御用達に、百姓の身分で、初めて任命された。通所広里の指示もあって、石本家の五代勝野城が五官城所御用達の、立場を利用して、数度にわたって、延長を求める願書を提出するなど、幕閣の、 各方面に働きかけた。さらには前日のように、長崎の知恵人、長崎会所の役人にまで、付け届け構成をかけて、怪獣を図った結果、天保5年6月、幕府から翌天保6年から20年間の延長が認められた。老中、大久保忠実が、勘定奉行に手渡した薩摩藩の抜け荷に,に関する、風雪書が、長崎商法亭主へとつながっていく。 天保五年、二十年間の延長が決定した、薩摩藩の長崎商法であったが、その後間もなく、逆風にさらされることになる。天保六年三月、老中、大久保忠真は勘定奉行、土方勝正に対し、薩摩藩が動物を、北陸、越後などに大量に送って売りさばいており、それが、長崎での貿易が振るわない要因となっている等の、薩摩藩の抜け荷に,に関する、 風雪書を手渡し、調査を求めた。4月には、肘方は、回答にあたる、根上書を提出する。根上書で、江戸地の上等品の千生子が、抜け荷となって、越後で売買され、薩摩へと流れていくとの通報があったため、天保4年に、越後の海岸部を見回ってみたところ、新潟に、江戸地産の千生子が出回り、薩摩線に、 密売しているのは間違いないとの報告があったこと、薩摩藩が動物の抜け荷を密売買しているとの風説は以前よりあることは承知しているものの、薩摩藩のお手入れは容易なことではないこと、そして薩摩藩には抜け荷取り締まりを改めて通達すべきであると報告された。老中、大久保忠実の勘定奉行、肘方勝正への調査以来に始まった幕府の 本格的な薩摩藩の疑惑に関する調査は、幕閣では大久保、土方のほか、長崎奉行、久世広政、若年寄、林忠秀の間で進められた。天保6年5月、久世広政は、長崎会所は近年、借入金の増大や幕府に対する上納金が納められず、むしろ幕府からのご下金によって運営している状況に陥っており、これは、 薩摩藩による抜け荷などによって、長崎貿易の輸入品の価格下落が起きているためで、あると報告した。薩摩藩に対する疑惑が深まる中、若年より、林忠秀は、天保6年7月、目付の戸川や清に、長崎取締り強化を命じた。しかし、薩摩藩は大半であり、藩主の島付は、 将軍家との隕石関係もある。土方の根性書にもあるように、薩摩藩の行動を直接的に抑え込むことは容易なことではなく、しかも、薩摩藩は長崎での動物商売を幕府から公認されている。そこでまず抜け荷の摘発、封じ込めを行って、薩摩藩の違法な貿易活動に制限を加える方法が取られた。7月には、辻方、癖の連名で、 改めて根性書が提出された。根性書には、動物抜けにと、俵わ抜けには互いに密接に関係していると指摘した上で、俵わのの産地である、正木藩と、動物抜けに問題の当事者である、薩摩藩に対して、抜けにを厳しく取り締まるように命じる、達書の案文をつけていた。薩摩藩への案文の中で、風文に偽りがなければ、 長崎会社の貿易に支障があるのみならず、国政に関わる問題であると厳しく指摘した上で、抜けに取り締まりを厳命し、違反があるようならば、年限内であっても、長崎での動物商売の停止を行うとされていた。薩摩藩にとって悪いことに、天保6年9月、幕角にあって、長崎商法20年間延長を主導した、老中、松平康二人が、 戦国騒動問題で辞職を余儀なくされていた。幕閣は長崎貿易と抜け荷に対する規制、取締りを強化する方向へと政策を転換していく。前述の肘方、癖の正木藩、薩摩藩への達所案は、天保6年末には、実際に両藩に通達された。しかし幕府は、天保6年年末段階ではまだ、薩摩藩に対しては、 抜けに取り締まり強化を命じる対応で収めようと考えていた。久世博正の市長このようなタイミングで第一回動物抜けに事件が発覚する。天保6年10月19日、官方役所等の抜けにを積み込んで新潟港に向かっていた薩摩船が難破し、難破後に売り裁かれた抜けに品から足がついて摘発され、抜けに品の売買や仲介を行った約50名が処罰された。 事件発覚後、幕府の姿勢は降下する。久世広政は天保7年4月以下のような内容の根性書を提出する。と、薩摩藩の長崎商法と抜けにが、長崎会所による貿易を著しく圧迫していること、そして薩摩藩側と長崎会所の役人らが癒着していることを指摘した上で、 20年の延長が認められた薩摩藩の長崎商法であるが、差し止めをするしかないと主張した。薩摩藩の長崎商法に対する会社のチェック機能は甘く、品目についての検査は行われていても量については、検査が行き届かなかったと考えられている。しかも、薩摩藩からの仕向け法格別に手厚い状況では違反も、黙認された可能性が高い。 文政8年以降、年額銀1720巻目の制限額声が状態化していたと考えられる。なお、癖の薩摩藩の長崎商法差しとメロンには、薩摩藩による貿易行為や抜けにによって、幕府の長崎貿易が衰退することは、外国に対して国体に関わる問題であるとの主張もあった。つまり、幕府が外国貿易を きちんと統制できないことは国家としての対面に関わる問題であり、幕府の権威低下、そして支配力の低下につながっていくと判断したのである。幕府内の協議と停止の決定老中、水野忠国は幕府内で薩摩藩の長崎商法停止の意見をリードした。癖の長崎商法停止論に対して幕府内で反論が出された。天保7年5月。 環状奉行の明らもム村は、停止によって、幕府と薩摩藩との関係が悪化する、危険性を指摘した上で、困窮状態に陥っていた琉球を救助することが、目的である、薩摩藩の長崎商法を停止することは、困窮した琉球を切り捨てることとなり、それこそ、日本国内のみならず、諸外国に対する幕府の面目を失墜させ、権威低下を招くのではないかと憂慮した。 そこで16品目のうち長崎解消貿易に影響があるもないし6品目を差し替えるという情報案を提案した。しかし、民学の反論に対し、久世は、薩摩藩の長崎商法は不正の増長を繰り返してきており、やはり長崎貿易を幕府がきちんと統制できないことこそが国を失墜すると改めて主張した上で、この機を逃せば、 薩摩藩の長崎商法を停止させるチャンスは訪れないであろうと抜格に決断を迫った。結局民学は癖の意見に同意することになる。老中、水野忠国は完成の改革をモデルとして長崎会所の立て直しを図った。会所立て直しの一環として薩摩藩の長崎商法の停止が決定され、天保7年6月19日、水野は 薩摩藩主、島津成沖に対して、天保10年以降の長崎商法の停止を通告した。天保6年9月に、松平康氏人が失脚し、長崎商法の停止通告後の天保8年3月、大久保忠実が亡くなり、天保8年4月には、将軍家成が引退して9月には、聖氏、徳川家吉が正式に、 新将軍となる中で、水野忠邦が幕府の主導権を握るようになっていく。この薩摩藩の長崎商法の停止に至る経緯は、水野による幕政改革、天保の改革の路線へとつながっていく。長崎商法停止の内容天保7年6月に、決定された薩摩藩の長崎商法停止について、立案したのは、長崎奉行の久世広政であった。 クゼは、長崎商法で販売される動物は、3年前に日本で用意され、中国に輸出された品物の対価であるため、即時停止では、用意されていた日本製品を捨てることになること、そして即時停止すると、薩摩藩側から長崎の所役人らが得ていた付け届けが急に立たれることになり、生活に困窮して、長崎の景気にも悪影響を与えかねないことを考慮して、 天保十年の停止とした。もちろん停止に対して、薩摩藩側の反発も予想していた。クゼはもともと歴代の長崎奉行や長崎の諸役人たちも、停止の必要性を認識していたが、薩摩藩をはばかって言えないでいた。しかし今や問題は一藩の問題ではなく、五国位を外国に対して示すためにも停止をするのだと、説明した。クの判断は、将軍。 家なりの学府として、権力を振るい、長崎商法の認可、拡充に強い影響力を発揮していた茂秀と、茂秀と太いパイプがある上に、将軍側近で幕府の実力者であった、水野忠明が亡くなったことも背景にあったと、考えられる。薩摩藩としては、長崎商法の停止を示唆された天保六年の、達少以降、薩摩藩領、そして、琉球で、 抜けに対策に不信していた。それにもかかわらず天保7年6月に長崎商法の停止が決定されたことは、薩摩藩に大きな衝撃を与え、幕府に対して停止撤回を求めていく。長崎商法の停止命令を受け取った薩摩藩は当然ながら幕府側に再考を求めていく。そのような中で、薩摩藩は天保七年十一月、幕府からの命令もあって、 琉球の意見を聴取した。薩摩藩の思惑としては、琉球から長崎商法の継続を求める声を上げてもらって、幕府に再興を迫ることになった。琉球王府は直近に都党役者を務めた22名に意見聴取した。ところが、16品目の購入代金が高額である、ため、都党役者のみでは、 必要な分の調達ができず、他の船の乗員たちの協力を仰いで何とか確保していて、皆身分不相応の借金までして貿易を行っている現状であること。そして、中国へ輸出する品目の価格は下落していて、一方では輸入品の価格は上昇しており、見込みを誤るものも出てきていて、中でも16品目は中国側に必ず購入することが知れ渡ってしまっており、 特に激しく値上がりしていると指摘した。結論として、長崎商法を止めれば皆、見込みを持って売れることが見込める商品を購入できるようになるので、止めたところで何も困りはしないとの回答であった。薩摩藩側の目論みは、外れた形になったが、もちろん藩側はそのまま幕府に報告を行ったわけではない。天保年月の幕府への報告では、琉球国王から、 長崎商法の停止命令は国の後輩に関わるので何とか継続してほしいとの要請があったとしており、また別の書き付けの中では、清氏への兆候、薩摩への年貢納入、そして国民に対する扶助も困難となり、社会全体の雰囲気が悪化し、抜け荷に走る者も,も増加するのではないかとの訴えがあったとしている。前述の意見聴取の内容から判断すると、 琉球の生の声を、薩摩藩側は無視する形で幕府への報告を行ったと考えられる。琉球側からの長崎商法の停止命令解除要請とともに、薩摩藩が幕府に対する交渉カードとして利用したのが、作法師と経営菓であった。折しも、天保八年は、真の皇帝の使者である、琉球国王なおの作法師が派遣される予定であった。 そして天保11年には、薩摩藩主、成尾の散布に合わせて、新将軍、家吉就任を祝う経営菓子が派遣される見込みであった。天保8年3月の幕府への報告の中で、共に幕府のご意向に直結する問題であるとして、この重要事を滞りなく実現する責任が、薩摩藩主成尾にはあり、また財政的負担も莫大なものになると、 幕府に対して強く再考を迫った。天保8年3月に江戸城塞の丸が全焼した影響で、慶賀氏の派遣は、天保13年に順延となったものの、全焼の翌4月には、薩摩藩側から延期にはなったものの慶賀氏の派遣は、重要ごとであることに変わりはなく、長崎商法の停止命令解除要請をぜひ、お聞き届けいただきたいとの念押しがあった。 この薩摩藩側からの要請に、幕閣内に動揺が走った。老中、水野忠邦は環状奉行内藤則を、明持村らに、薩摩藩の要請について、検討を命じたものの、長崎奉行、久世広政による長崎の取り締まりが効果を見せ始めているので、くせに、薩摩藩の要請を回して、意見を聴取した上で該当したいと、結論を出すことを避けた。 そして11月に出された癖の意見書もまた長崎商法の停止は琉球救助の道を立つことになり、それは薩摩藩の困難に直結するため人生を行うべき幕府の政治姿勢にもとることになり、問題は国政の根幹に関わることで経験に意見を申し上げられないとして幕府勘定書に再審議を求める内容で、くぜもまた幕府勘定書に判断を投げて、 結論を出そうとはしなかった。勘定書、長崎奉行が結論を出そうとしない姿勢に対して、水野忠国はこを煮やした。水野のやり方は強硬であり、くせに意見書の書き換えを命じ、薩摩藩の要請は認められないとの内容に改めさせたのである。薩摩藩の大奥工作薩摩藩側はさらに大奥に手を回した。大御瀬家なりは未だ実権を保持しており、 大奥から手を回して、島津家出身の制裁を通して、家なりを動かすことによって、事態を好転させようと試みたのである。薩摩藩側から大奥への工作は、薩摩藩の長崎商法の差し止めは、琉球と新国に対して損害を与えることになり、結果として国際問題になりかねないとの内容の願書の提出であり、天保10年中に、 都合3回行われたことが確認されている。この嘆願書は、長崎奉行の田口義行、戸川安清に検討させた。当初、田口、戸川の両長崎奉行は、薩摩藩の訴えに理解を見せた回答書を提出したが、やはり、水野忠国の強硬な書き換え要求に従った形で、天保10年末に差し止めを行うべきとの内容の、 報告を提出するに至った。天保11年3月11日、薩摩藩の長崎商法の停止命令解除要請は認められない旨、薩摩藩側に通告された。その一方で、将軍家吉就任の経過史の散布が間近いことを考慮して、薩摩藩に向こう3年間5000両を幕府から支給することを決定した。そして翌4月、幕府は、 長崎会所を通じて、長崎の中国人商人たちに、薩摩藩の長崎商法が差し止めとなったことを通告するように指示した。水野忠国に主導された幕閣は、長崎商法の復活を拒絶することによって、貿易に対する統制力を取り戻すとともに、五千両の給付によって、琉球の困窮にも配慮する姿勢を見せることにより、 幕府の威信が傷つかないよう事態を処理することにしたのである。天保11年12月、薩摩藩は天保9年の売れ残り品があり、また同年、作法師が持参した官方役種があり、さらに行き違いで全年度分の2が届いてしまったとして、それらを特例として長崎で売りさばきたいと申請した。この申請に対し水野は翌天保12年5月、 作法師が持ち込んだ官方役種については、焼却を命じたものの、後の二つについては、特例として、長崎での販売を強化した。しかしこの天保12年の特例許可による販売は、これまでの長崎商法のやり方から、大きな変更が加えられた。まずには、薩摩藩の蔵屋敷ではなく、長崎会所の蔵に保管され、会所と薩摩藩両者の共同管理となった。 その結果、2の実態は、会所側に完全に把握されることになった。そして品物の目利き、入札、二渡しは、会所が行い、薩摩藩側は立ち会うのみとなった。そして落札価格の2割が、会所の取り分となる上に、落札者も、落札価格の3%を会所に納入することになった。つまりこれまで、薩摩藩側にほぼ委ねられていた長崎商法が、 天保12年以降は、長崎会所主導のものへと変化したことになる。薩摩藩は、長崎商法の停止によって、大きな打撃を受けた。天保13年2月の石本家の石本平米の書状には、文政8年以降順調に利益を上げ続け、薩摩藩側にも仕送りをきちんと行えていたものが、長崎商法の停止によって資金繰りが深刻な状況に陥っていると述べている。 このような状況下、藩主の成尾木は、図書広里に動物方の解散を命じ、調べ書は、天保15年1月に動物方を廃止して新たに、琉球産物方を発足させた。琉球にある、動物方の師所も産物方の師所となり、鹿児島の琉球館財番親方が、琉球側を代表して、琉球産物御用係を兼務するなど、体制の再構築が図られた。 調べ書は、この新設の琉球産物方を中心として、長崎商法の復活を目論んだ。実際、琉球産物法は、幕府との復活交渉の中核となった。調べ書本人も復活を目指して、江戸、京都、大阪、長崎、尾張名古屋、紀州和歌山等を奔走して有力者に働きかけを行っていたことが、幕府音密にキャッチされている。ところで、 薩摩藩が長崎商法の復活運動を進める中、薩摩藩と連携して長崎商法を運営してきた石本家が没落する。天保13年10月、長崎町年寄りの高島周藩が捕獲され、高島周藩に連座する形で、石本平米と六代、勝野城親子にも権威がかかり、長崎奉行所に呼び出しの上で入浪となった。 天保14年3月には両名とも、江戸送りとなり、江戸へ向かう途中で六代勝野城は病死し、江戸で取り調べ中の天保15年3月、石本平衛も入牢中に病死した。水野忠国辞職後に幕政を主導する安倍正宏は、島津家と親しく、薩摩藩の長崎商法復活や発展に、協力的であった。長崎商法の停止を主導した水野忠国は、 天保の改革に失敗して、天保14年うるう9月に免職となる。その後天保15年6月に老中に再任される。ものの、硬貨2年2月には辞職した。水野に代わって、漠政を主導したのが安倍正宏であった。安倍は、島付けと親しく、長崎商法復活に向けて明るい材料となった。またイギリス船やフランス船が頻繁に、琉球を訪れるなど、 琉球に対する害圧は強まっていた。このような情勢の変化を睨み、薩摩藩は長崎商法再開に向けて活動を強化していった。薩摩藩が長崎商法停止解除の切り札として利用したのは、やはり琉球からの嘆願であった。琉球の名で長崎での動物商法復活の嘆願書を出させ、幕府に対して、 琉球救済のための長崎商法復活を求めるというやり方である。その結果、硬貨3年から向こう5年間、白井と鞘の2品目の長崎での販売が許可され、薩摩藩による長崎商法は復活する。幕府としては異国船が頻繁に訪れるという外圧が強まっている琉球を援助する必要性の高さを認めざるを得ない事情があった。 長崎商法の復活が認められると、早速、薩摩藩側は、品目の拡大に向けて、運動を開始する。再開が認められた、硬貨3年中には、店舗10年の停止以前に認められていた16品目について、年間銀銭2 0 0巻目まで、5年間を期限として、長崎での販売が許可された。ただし、大王、三期来など5品目については、 品替えを指示されたため、薩摩藩側としては、品替えの撤回に向けて、運動を続けることになった。なお、校歌4年には五種の品替え指示は撤回された。再開後、長崎商法は、薩摩藩の琉球産物型を中心として、運営された。そして薩摩藩側から、琉球の都党役者らに対して、16品目商品買い入れに、関して、 注文量を過不足なく購入することと品質の優れた品を入手すべきと再び強い締め付けが行われるようになった。しかし1840年代後半以降中国情勢が不安定になって商品の流通にも影響を与えるような状況となって仕入れが思い通りにいかなくなることも多かった。記録に残っている再開後の長崎商法の取引高は 当初、おおむね年間1200巻目の制限内に収まっていた。なお再開後の長崎商法では、天保12年の特例許可による販売と同様に、長崎会所側が取引全般を把握指導する形で行われた。つまり、琉球貿易で入手した動物を、薩摩藩が長崎に持ち込み、長崎会所を通じて販売するという形式となった。薩摩藩側は、 長崎商法で年間約7000両程度の利益を上げていたと推定されるものの、その中から長崎武領地域人たちへの挨拶として相当格を支払っており、思い通りに純利益を上げられない状況となっていた。図書広里の琉球開国、貿易構想と長崎商法長崎商法の復活に尽力した図書広里は、高下3年に、 琉球を訪れたフランスインドシナ艦隊の聖主、総督による琉球開国、通称要求時に、一方では、幕府と協議して琉球における貿易開始についての黙認を取り付けながら、幕府には内密に、フランスとの交易以外に、再開されたばかりの長崎商法で品替えを要求されていた5品目について、フランスとの貿易開始にかこつけて輸入が可能となると、目論だ。 琉球側は、調べ書の構想に対して、薩摩藩側の支援のもとでフランスとの貿易を開始し、品替えを要求されている5品目の貿易が可能となれば、利益を得ることはできるだろうが、貿易を拡大すれば産業基盤が脆弱な琉球に、とって貿易増大に関わる、諸経費が重くのしかかり、農民たちの生活がさらに困窮し、立ち行かなくなり、また、 清ヨシとも貿易を行っているフランスを通じて、日本と琉球との関係が明るみに出ると、信仰に悪影響を与えると強く反対した。結局、フランス側からの琉球開国、通称要求は、海岸年7月に琉球に滞在していた、フランス人宣教師のルチュルジュが退去したことにより、琉球とフランスとの接触は、一旦途切れることになった。そして、 カエ元年12月には、薩摩藩内で、藩主成沖派と、聖師成明ら派との権力闘争が、激しさを増す中で、成沖の復心であった、図書広里は不審死した。その後も続いた激しい清掃の後、カエ4年2月に成沖は引退し、成明らが新藩主となった。このようにして、調べ書の琉球開国、通商計画は頓挫したが、 琉球開国については成明によって、さらに大規模なものが構想されることになる。硬化3年、薩摩藩の琉球産物型を中心として、運営された再開後の長崎商法の中で、抜けに問題が頻発するようになった。積み荷の多くが長崎商法に関係する荷物で占められた上に、薩摩藩側の買い入れ価格も低く抑えられてしまえば、思うように利益が上げられない。 と当役者たちは必然的に抜け荷に手を染めるようになる。その上、中国国内での物価上昇に伴って輸入品、購入費用が高騰していた。その一方で、琉球産物方から購入する主力輸出品の昆布の値段が上昇しているのにも、かかわらず、中国国内では逆に価格が下落してしまっていた。そして輸入品に関する制約が多いため、利幅が 大きな商品を十分に仕入れられないなど、薩摩藩の動物商法に協力を強いられる、琉球の貿易関係者たちの困窮状態は悪化していた。都党役者ら琉球貿易関係者の困窮の訴えを聞きつけた薩摩藩側は、琉球王府に対して事情を確認した。琉球王府は、加盟5年5月、摂政、三事官からの返答の中で、 昆布の入手価格の高騰などもあって、琉球貿易関係者の経済状況は極めて厳しい状況に追い込まれていることを説明した上で、琉球産物法の昆布価格の引き下げ、そして産物型の商品買取価格の引き上げを要求した。そしてそれら要望が叶えられて初めて抜けにも止まるだろうし、琉球の救援のためである、薩摩藩の動物商法の目的にもかなうであろうと。 主張した。これを受けて、薩摩藩側も、昆布などの琉球産物片売り渡し価格を1割引き下げ、一方、16品目等の買い入れ価格については1割引き上げることを認めた。島津成明は、長崎商法の発展とともに改革を考えた。長崎商法は、開園5年から5年間の延長を幕府から認められた。しかし、中国では、 太平天国の乱が始まっており、混乱した中国の情勢下で取引を行う商人たちの消息が確認できない状況も発生し、商品の仕入れがままならない状況に陥った。このような時期に薩摩反省を主導するようになったのが、島津成明である。加英7年3月、鹿児島で大火が発生し、城下町の多くが消失し琉球貿易によって、 もたらされた多くの官方役師も消失した。退化後、成明は、琉球から薬種類を多く仕入れるよう指示した上で、そもそも、長崎商法は、困窮状態の琉球の援助を目的とした制度で、あるのにもかかわらず、薩摩藩がその利益を独占していたと指摘した上で、琉球産物型の改革を指示した。これは、成明と政治的に対立していた。 図書広里の薩摩藩の利益のみを追求していた、やり方からの転換を図ったものであった。成明の指示を受けて、琉球側に、官方役種を高く買い取るので琉球貿易で多く、仕入れてくるよう指示が出された。実は、鹿児島の大火による官方役種消失という事情のほかに、長崎に来航する中国船が急減しており、長崎商法で官方役種が、 高値取引できると見込んだのである。安政2年、成明は、老中、安倍正宏と交渉して、安政3年で終了する長崎商法の5年延長の許可を得た。そして16品以外の長治等14品目の官方役種について、安政3年夏に帰国した、都道役者からの売りさばきについて、便宜を要請する願書が提出されると、幕府と交渉の上で、 天保12年の特例許可に準じた形での長崎会所を通した売却が許可された。しかし成明は琉球の思惑を超えて琉球を開国させて中国や欧米諸国との貿易を進める計画を琉球側の反発を抑え込む形で推し進めていく。この琉球開国計画は安政5年7月の成明の休止によって頓挫する。しかし、 成明の長崎商法振興の方針は、死後も継続され、取引高は年間制限額である銀線200巻目の2倍近くに達するようになった。しかし成明は、困窮状態の琉球援助という長崎商法の目的を守るよう指示していたのにもかかわらず、貿易量増大に並行するように、琉球側に対する統制はより強化されてしまい、この点では、 成りの意志は反映されることはなかった。安政6年、横浜、函館とともに長崎が開港された。そして、慶応元年には長崎での俵物販売が自由化されるなど貿易が自由化され、長崎での海外貿易独占は完全に終焉した。そのような中で、長崎会所の環状町から文久3年まで薩摩藩の長崎会所を通した。 当物販売、つまり、長崎商法が継続していたことが確認できる。しかし、慶応2年の環状庁では確認されず、現時元年内し慶応元年に、薩摩藩の長崎商法は終了したと考えられる。なお、薩摩藩による琉球貿易に対する強制的な商品買い上げ等の支配、統制は、明治元年に琉球産物法が生産型と解明され、 廃藩置県後、鹿児島県となった後も明治7年の琉球最後の新高船派遣まで継続し、薩摩藩と薩摩藩を引き継いだ、鹿児島県側と琉球側との間で貿易をめぐる様々な対立は継続した。記事名については研究者の中でも用語が統一されておらず、本記事内で主に参考文献として使用した研究者は、サッ琉球貿易。 薩摩藩の琉球産物長崎払い、薩摩藩の動物商法、薩摩藩が持ち込む琉球産物を取り扱う、薩摩藩による長崎商法となっている。当記事では、直近の参考文献である上原に基づき、薩摩藩の長崎商法を記事名とする。なお、文政元年の琉球貿易の動物を長崎で販売する許可とともに、幕府は、 困窮状態にあった琉球に対して五千両の拝借も認めている。石本家は、東高網貿易の入札参加承認として、根消門銀千貫目の根消門を提出しており、この銀千貫目の根消門を、薩摩藩長崎商法における業務の担保とした。石本家は、文政13年以降も、天保2年、天保4年、天保7年の計4回、主に、 薩摩藩の長崎商法絡みで縁米を与えられている。石本家は、図書広里ら薩摩藩側と連携して、薩摩藩の長崎商法の継続発展に尽力していたが、調べ書は、天保6年ムルー7月に、大阪の商人、浜村孫兵衛に送った書状の中で、古代、石本勝之丞について、また蔵の公約であり、 一向に油断あいなり申さずと警戒心をあらわにし、長崎商法から撤退を考えているのではないかと、しながらも、幕府に内密の依頼時がある時などは石本を利用せざるを得ないと述べており、石本家を頼りにしながらも警戒を怠っていなかった。天保7年4月の根性書などでは、幕閣内で薩摩藩の長崎商法停止論をリードしていた。 久ぜひろであったが、久ぜ本人も長崎奉行を在職中に、薩摩藩の付け届け構成のターゲットの一人とされており、金銭の授受をめぐって、薩摩藩との深いつながりがあった。その他、この天保12年の変更で、落札者が落札翌日に、商品受け取り前に納める、先納め銀が、これまでの落札価格の2割から5割へと引き上げられている。天保八年、 五代勝野城は隠居し、息子が六代勝野城を名乗り投手を継ぐとともに、五感情城職用田氏も六代勝野城に引き継がれていた。ありがとうございます。